結局何がやりたいんだろうってこれ最初見た時に思ってたんで。でしょう。もうずっとそういう顔しとった。まずその誰に向けてのイベントで美容さんが来るんですか。美容で世界をつなぐ教育の虎、コカブグループオーナー山田誠。緻密なカット技術と細やかな経営で愛知、東京を中心にサロンを複数展開。ブランドプロデュースからカット審査員まで活動は多岐にわたる。自身が携わる動画教育プラットフォームでは技術、接客、そして経営までを網羅。アジアの美容教育の発展を目指す。冷静な語り口から紡ぎ出される虎の言葉は挑戦者の未来をどのようにデザインするのか。若者なので美容師も含めてです。なので祝日月曜日に開催するっていう理由です、うん、音楽イベントかなと思って聞いてたんですけど、はい、そこに美容師さんを絡めていく。そうですね、あの普通のフェスじゃないんですよ。音楽フェスじゃないんで。だよね。ファッションっていうキーワードに集まるフェスなので、髪の毛にフォーカスを当てて美容師がフェスをすると、うん、ヘアショーとかそうなるんで、うん、それがしたいわけではないんですよね、うん、美容師のイベントどんどん減ってるじゃないですか、はい、これはコロナ関係なしに減ってるんですよね、はい、でそれは美容師が出るところはそうだし、はい、で逆にそのライブだとその人に会いたいと思ってみんな行くじゃないですか、はい、もう一個野外イベントで言ったら出店者さんが出店料を払ってみんなでその、まあ、パン屋フェスミとか、はい、とかいろんなフェスをやると思うんですけど、はい、まあ、どの辺のそのに入るのかなっていうのがちょっと見えにくくて、既存の今までのフェスをモデルとして言うと多分音楽フェスが一番近いとは思うんですね、うん、例えばみんながただ遊びたいだけにスポンサーがつくっていうのは正直趣味の領域なので、はい、それはないと思うんですよね、はいはい、うん、なのでその仕組みとしてアタックムービーとか、うん、帰りにサンプル配布とかのポイントかなと思ってるんですけど、うん、結局デザインもファッションもみんなふわっとしてるんですよね。はい、でその成り立ちもそうなんだけど、何かこれを伝えたいとかこれを感じてほしいのか、参加される人が持っていけるようなものはなんかあるのかなと思って、うん、実際にその僕は実体験でそういったイベントでこう感じたものだったり考えてきたことっていうのを同じようにその伝える側として今回させてもらうんですけど、そこでゴールを例えば若者たちに集まってもらってこれをやってもらいたいって僕が設定することじゃないんですよ。場所を提供する。でその場所の、まあ、もちろんクオリティが高い方が感じることは大きくなると思うので、そのクオリティを上げて集まってきた人たちでそれぞれに感じてもらったこと。なのでどっちかといったらそのビジネスとして考えたらここがゴールですって持っていって売り上げがこうですって伝えるべきだと思うんですけど、僕今回これビジネスとしての話っていうよりはプラスマイナスゼロだったらいいと思ってるんですけど、できる限り集まったもの資金をそこの会場設営だったり何だったりイベント全部に使い込んでイベントのクオリティをまず上げたいんですよね。上げて僕が表現したこの場所によって入ってきた人たちが持って帰ってもらえる何かこうさせるところがあったらいいなっていう、そういう場所を作りたいって感じです。ちょっと補足します。 、うん、今聞いてもらってまだ分かんなかったでしょ。まだふわっとしてたでしょ。正直こういう人が多い。そう、僕もそうだった。うん、ただいろいろ突っ込んでったら打ち合わせした時に結構野田さんにも覚悟がちゃんとあるんだよ。いくらまでマイナス食らっても大丈夫って言ったら、例えば 2,300 までは耐えられますって。でじゃあ 2,300 マイナス食らってもこのイベントをしたいわけよ。でもその思いはじゃあ何なのっていうところは正直今のこの瞬間まで僕もまだ見えてないし、さっきもそれを突っ込んでたんだけど、今回のフェスに関してなんかそれぞれ100人1000人来てもらったらそれぞれの答えを見つけてほしいわけだよね、はい、野田さんが感じたなんかうわってこうすごいこう熱い思いをこう今度は自分が提供する場になりたいわけじゃん。でもその思いをどんな人が来てもこのフェス通してこれを伝えたいっていう このワードがねなかなか来ないんだよね。野田さんはこのイベントをやることで何を手に入れたいんですか。僕が手に入れたいっていうことは正直そんなに考えてなかったんですけど、ただ美容業界でまあ自分たちが憧れた時にあったイベントとかどんどんなくなって、もう今関西とか何にもないと思うんですけど、何にもない中の最初の走りの人間にはなりたいと思うんです。で僕がこのイベントで対象若者っていうふうにはしてるんですけど、結局その美容業界に対してって考えたら、美容師がやってるので考えた時に、美容師っていう職業がやっぱり最初にも言ったんですけど、その人気な職業になってほしいっていうのはあるので、そこに集まった若者が美容師ってこれだけのことができるんだなとか可能性としてこう感じてもらえて、新たにまたこの職業に憧れてくれたらなと思って、これはやりたいなと思ってます、うん、野田さんの気持ちにめちゃくちゃ
共感できる。今のできるのよ、今の世界がクソつまんなすぎる、うん、やっぱこういうイベントとか、イベントはどうしてもお金とか収益は一旦やっぱ度外視されるジャンルになるから、だから今の時代みんなお金ばっかり追っていて、結果イベント開催する人がいなくなる、うん、でも野田さんはこの世の中、まあ、美容師の価値を上げるためにこのイベントをやってる。だからアーティストタイプで、まあ、みんなのそういった、まあ、出資だったりとか、まあ、スポンサーしてもらって、そういう感じでどん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 イベントを、まあ、盛り上げていくっていうのが、こういうアーティストタイプに売り上げとか目標をこうすごい現実的な質問を投げてもつまんないでしょ、はい、やっぱ夢のあることに対して数字じゃないんですよ、そこにはロマンチックが。それね、めっちゃわかる、めっちゃわかるけど、はい、僕の意見はそういう何かやりたいで、もっとクリエイティブなことやりたいとかってもうめちゃくちゃわかるんです。わかるし僕もやりたいです、正直めちゃくちゃ、うん、やりたいなと思ったんですけど、やっぱり僕収益を上げないといけないと思うんですよね。多分絶対継続できないじゃないですか。あ、収益は上がるよ、だって人集まるもん。思い的なものではゼロでいいっていうところになっちゃってるから、うん、ゼロでもいい、別に大丈夫です、赤でも大丈夫ですって言ってるから、僕はどうなんかなっていう、多分絶対継続できないんちゃうかなっていうのは思う。ただやりたいですよ、やりたいけど、ちゃんと継続的に今後やっていったりとかしてするんだったら、やっぱりお金の部分でブロックちゃんとしとかないと、怖いなっていう。その辺はどうなんですかね。パーキングっていうものが、まずこういった若者を集めて何か起こしたいっていうところで、継続するために僕は美容室のパーキングを作ったんですよね。これが今おっしゃってくださってることが今ずっとやってることなんですよ、うん、でイベントっていうのに関しては、これはある意味、まあ、デザインとアートって分けたらアートワークに近いんですよ、ね、うんうんうん、なのでここで収益を立てる立てないっていうのはプラスマイナスゼロだったら一番いいです、僕は負担がないので、うんうんうん、ただデザインとビジネスっていうのは僕は一緒だと思ってるんですよ、うんうんうん、でこっちの話は美容室を経営してるんで、うんうん、もちろんそうなんですよ、継続するために売り上げ立てないと無理なのはもちろん自分は体感してるんで、けどアートワークなんですよ、それをしたいから、そこに予算とかそういうものによって結局ほとんど諦めていくというか、うんうんうん、こんなぐらいだろうで、例えば1000万しかなかったら1000万で作りましょうって、うんうん、もうどんなんか決まっちゃうというか、ただ僕は今600万くらいしか持ち出せないんですけど、それをよりこの回でスポンサーとか次助けてくださる方がいて、応援してくださる方がいて、さらに追加金が上がった時にそれが全部ベットできるなら、本来の自分のキャパを超えたアートワークができるんで、そっちの美容室のビジネスの部分でブロックかけてるっていうことなんですね。あ、そうです、そうです。で自分たち の, その美容室とか美容師のビジネスに向けたところで、こっちがプラマイゼロでやったとしても、 それに熱意を注いでやることが結局こっちの方にも生きてくるっていう、はい、なるほどね。なのでその600万持ち出せるっていうのは、そのモデルがあるから5年で蓄積させて出せるっていう感じ。それです。それが来ました。ビジネスとアートワークの考え方における議論、虎の反応は上々。このまま乗り切れるか。技術からサロン経営まで、美容師はオンラインで学ぶ時代。ビューティファインド、詳しくは概要欄から。いや、素晴らしいですね。そういう考え の若者がやっぱ、まあこの業界、まあ、しいて日本で増えていくことで、やっぱ活性はされるかなと思うんで、うん、僕はじゃあちょっと挑戦者に、ありがとうございます。あと今もずっとなんですけど、うん、若者を応援したいっていうのをずっとやってきて、やっぱり自分が20代の時とかに応援してもらえなかったんですよね、うん、だからそれをやっぱり自分は事業をやって収益出したのは、やっぱりこう社会の循環っていうところにお金を使っていきたいなと思っているので、すごい志というところではすごく共感ができたので、ぜひ協力させてもらえたらなと。ありがとうございます。あの坂口くんが、うん、こう札を上げてくれなかったら、もう後からもう大クレーム言ってやろうと思って。これね、エンターテインメントじゃんね、はい、今回の会社名についてるわけじゃん。そうです、うん、なのにこのエンターテインメントに共感してくれないのはどういうことだっていうクレームを絶対出してやろうと思って、まあ、ちゃんと上げてくれたね、さすがだな。いやでも本当に日本に欠けてるのは、もう京子さんも言うようにエンターテインメントやと思うんですよね、うんうんうん、もうそれがないともう盛り上がんないですよね。でやっぱり自分自身もやっぱコロナもあったんですけど、やっぱり美容業界がまあまあ固くはな、まあ、自分も協会やってるんであれですけど、固くはなってきてると、うん、でそれはそれで大事なことなんだけど、やっぱり本質ってそこじゃない部分もあるとは思うんですよね。ビジネスとその美容師っていう職業に対してっていうのは、
そういう面でいうとやっぱりすごいこういうことが全国で増えてきたらいいかなと思うんで、その走りっていうのをぜひね、はい、見届けれたらなと思っております。はい、あれだよね、うん、現実的になっちゃったんだよね、うん、結局そのビジネスとか、ね、現実的になりすぎてるから、ね、例えばクリエーションとかのこう作品撮りとかもうモデルさん、うん、カメラマンもう衣装とかある程度いい作品撮ろうと思ったら、うん、それなりにかかっちゃうわけよ、うん、何十万って、うん、でそれが賞取れなかった、取れた、まあ取れたら取れたで、まあ、ペイできたりとか、うん、それでもマイナス食らったりとかっていろいろある中でさ、アホらしくなってやめちゃったりとかさ、うん、それが今 SNS だったりとかして集客したりとかして、もう本当にそれを現実的にもっとこう簡単にみたいなところをこう狙ってる若い美容さんたちが多いなとは思うんだけど、だからそれがきらびやかなとかもっとキラキラした往年のその美容業界の美容師像っていうのがどんどんこう衰退してた結果なのかな。確かに、まあ、さっき言ったその撮影何十十何万っていうね、みんなそういう、まあ、モデル代とか衣装代ってかん、まあ、結構やっぱり日本のそういったなんか美容師それ考えちゃうんだけど、でも実は無料でも、まあ、コラボレーションという形でやれるんですよ、そのあと意欲があるかどうかっていう。そうそうなんだよ、あの世の中にね何を発信したいかとか、うん、自分が何を表現したいかっていうところにお金にね糸目をつけずにボンって出せるかって、これお金を出すってことはそれだけの情熱だったりとかするわけだから、うん、そのパッションにかけてるっていうのがなんかこうここ最近日本の美容師が陰ってるというか暗い感じに映っちゃってるかもしれない。男性美容師さんってどっちかっていうとビジネス思考に考える人多いじゃないですか、うん、でも女性美容師さんって結構なんていうんですか、やりがい思考というか、うん、ところじゃないですか。かおりさんはどんな感じなんですか、その辺で言うと。そうですね、野田さんがすごいおっしゃるそのファッションでっていうところを多分重きに今回やってはると思うんですけど、私もお客様髪の毛の提案とかもまずファッションから入って提案するとか、うんうん、重きを置いてるタイプなんですけど、なんでこの企画もめちゃくちゃ招待したいなとか、なんか一緒になんか発信できたらなって思うんですけど、ただお城で輝くツインテールの女王オリオーナー香里、300名以上が在籍する大手サロンで売上ランキングトップを取り続け歴代最高売上を樹立。その後大阪堀江でお城みたいな美容室オリをオープン。個性全開、世界観を売り出した経営スタイルが令和の時代にマッチし、サロンは予約殺到。立ち上げたカフェでは行列を作るなど爆発的な人気を獲得。関西の女性サロン経営者の中で今最も勢いのある一人として注目を集める。令和の新たな経営を示すツインテールの女王が挑戦者の品位を見定める。ただなんかこの今こんだけ会話してあの企画もしっかり見ていいなって思うんですけど、パッとその、まあ、チラシなり紹介をしてもこのやっぱ音楽ファッションヘアっていうパッと見なんかよくある感じに見えるっていうところで、このファッションのなんか本質ってすごい最初におっしゃってたんですけど、はい、そのファッションの本質って野田さんはどう考えてはるんかなっていうのは、なんかそこによってなんか差別化ができて私もなんかもっと進めやすくなって呼べるかなみたいな思ってるんですけど、まあ、ファッションの本質って書いた時に僕がじゃあ本質めちゃくちゃ分かってるかって言われると、まあ、正直その全歴史を知ってるようなわけではないんですけど、ただ今本当おっしゃってくださったように差別化っていうところで言うと、まだまだ練り直さないとちょっとダメな部分だなってちょっと僕が刺さってしまったんですけど、それは正直、そこまで詰めれてないっていうのはあります。ただファッションの本質っていう言い方が合ってるかは分からないんですけど、もちろん若い子たちは若い子たち の, そのトレンドの生まれ方もあるし感じ方、それが今流行ってる理由とかいっぱいあると思うんですけど、僕はそのできるだけ多くのジャンルのカルチャーが多分今 K-POP 好きな子とかって特にそのストリートなシーンを知ってるわけでもなければ、じゃあ音楽も R&B とか聴くかどうかとかも分からないんですよね。ただただ知らないだけじゃないかなっていう、感銘を受ける機会がなかっただけじゃないかなっていうので、まあ、僕たちは正直自分たちが発信してるジャンルになってくるんですけど、そこに対して入ってきてくれた人たちが、まあ、このジャンルはこういうものかっていう歴史を知ってもらえたりというか触れてもらえたり、そういう文化にそこからが第一歩なんかなっていう感じでは捉えてるので、その差別化としてのキーワードを出すのはちょっと持ち帰らせてください。考えたいです、はい、ヒップホップってすごい言ってはるんですけど、なんかこんな私みたいな感じのジャンルがいってもいいんですか。そういうことですよね。そこのハードルが高くなるってことですよね。あ、そもそも大丈夫ですか。36歳バカもんじゃない。皆さんそろそろお時間が来てしまいましたので、はいはい、
ちょっと僕いい、うん、あの虎の皆さんにお願いしたいのは、はい、応援してほしいの本当に、とにかく応援と協力をしてほしい。やるのはやるんだもんね、はい、やるのはやるんだけど、さっき言ってたそのアートな部分とかクリエーションな部分っていう、その質を上げたいっていう、そのために皆さんの協力が必要で、その思いはねすごい打ち合わせしてた時もビシビシ感じた。だけど皆さんが言われる弱い部分というか素敵な部分もいっぱいあったんだよね、うん、だそこは一緒になって作ってもらえたらなっていうのが今回の、まあ、まさにだからパーキングそうだもんね、はい、虎の皆さんも含めてなんかみんなで一緒に作ってっていうのを今回実現できたらなというふうに思いますんで、ぜひよろしくお願いします。はい。技術からサロン経営まで美容師はオンラインで学ぶ時代、ビューティファインド、詳しくは概要欄から。それでは最終ジャッジのお時間となります。まずは坂口さん、判定をお願いします。はい、僕は、マネーカードとコネクションカードで、応援させていただきたいなと思っております、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に僕自身も、まあ、形は違うんですけど同じような活動っていうのを別ジャンルでしているので気持ちはすごく分かるなっていう部分と、やっぱりこう最初から全部完璧ではないと思うんですよね。それはやっぱり志ともにできる人らと、まあ、作り上げる歴史を作り上げるような形で、まあ、文化ですかね、文化作りは楽しいなって僕は思うタイプなんで、まあ、一緒に文化作りたいなと思ったので支援させていただこうと思いました。はい、香織さん続いてお願いします。はい、はい、私もひっくり返します。はい、コネクションカードともうそもそも野田さんを知っていてっていうところと、見ていて人柄をずっと見ていて応援したくなる人柄っていうのと、私もバンドとかアーティストファッションすごい好きなので、一緒にやらせていただきたいというか、なんか携われたらなっていうところで、もう私のコネクションである全てを出せたらなと、はい、協力できたらなと。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。続いて山田さんお願いします。みんな注目しすぎじゃないですか。僕も挑戦者これはありがとうございます。ありがとうございます。僕は東京で働いてた時に美容師と壁画アーティストをやってたんですよ。イラストレーターをやってて、はい、実際は彼にめちゃくちゃ共感してるんですよでうちのサロンも生活をデザインするっていうコンセプトで、お店の前にパン屋さんもあるんですけど、はい、ずっと聞いててひっくり返すかどうか思ったんですけど、でも同じところで僕も始まってて、ある程度どこかでマネタイズしないと、やっぱり組んでる人たちが本当ずっとボランティアでやってもらってた時の長続きしなさもやっぱり知ってるので、はい、ちゃんとねそこに対してみんながハッピーになれるって、本当はもうちょっともっと次のことがどんどん上がっていく状態が一番いいと思うので、うん、そこに向かっていろんな、まあ、僕らの仲間だったりとかも紹介しつつ、はい、僕らの自己満足になったっていうふうに思われちゃうとまた結構僕らのイベントだけになっちゃうので、そうじゃない状態でちゃんと広げていけるところがまた美容師さん の、 裏方としてのもっといいところだと思うので、そこをちょっとお手伝いできればなと思って聞いてました、はい、ありがとうございます、はいはい、続いて京極さんお願いします。はいはい、これでこのままで、はい、じゃあカードはこちらで、もうすごいやっぱ熱い気持ちのある人で、まあ、イベントをやっぱ本当に年々減っていて、まあ、コロナっていうのもあるんですけど、ただ時期的にも来年からどんどん人はリアルのイベントを求めて外に行くので、しかも野田さんもともと十何年間のそういったイベントの仲間があることによって、このイベントの成功する確率がまあかなりまああるのと、あと皆さんもねすごい全部この野田さん側に行ったのも、まあ、かなり今回のイベントは、まあ、7月来年の楽しみですね、はい、はい、まあ、僕のできる限りの、まあ、仲間とかも、はい、紹介させていただきます、はいはい、よろしくお願いします。それでは虎川5票パーフェクト野田さんの挑戦達成となります。おめでとうございます。ありがとうございます。野田さん感想はいかがでしょうか。これやばいですね。このやばい、やばい、この手汗やばい。いやー、なんか入社試験以上でした人生で一番緊張したかもしれないです。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。でもなんかフェスは、でも本当に僕もフェスというか、まあそういうイベント、大きい美容業界が集まっていろんな楽しいことできるイベントっていうのはやりたいなと思うんですけど、むっちゃくちゃ大変ですよね。
なんで僕も手をつけてなかった部分ではあったんですよ。その辺をちょっとみんなの代わりにやっていただけるんだったら僕は必ず参加したいなと思うので、はい、みんなで、ね、これから参加できたらなと思います。いや楽しみですね。はい、はい、頑張ります。見事思いは伝わりチャレンジ達成。サロンの虎公式インスタグラムでは挑戦者のその後やイベント情報なども随時配信予定。ぜひチェックを。技術からサロン経営まで美容師はオンラインで学ぶ時代。ビューティファインド、詳しくは概要欄から。いや皆さんお疲れ様でした。いや正直大変だった。もともとイベントやって集客あってというバックボーンは僕全く知らない状態で、うん、彼もねすごいのがやっぱ能力あるんで、もっとこういうのが欲しいとか、うん、こういうワードが欲しいって言ったらちゃんと次の日にはもうすぐに資料として送り直してくれてっていうやり取りをしたから僕は理解できてたんだけど、うんうんうん、まあ、事前にも結構何回かやり取りしてるってことですか。最初に一番の虎ですからね。そうナイト役は僕自身がこうできるかどうかっていう、うん、みんなどうしても、うん、別にお金はいいんですみたいに言っちゃうんですよ ね、うん、ね、逆に言っちゃうと他から見た時に趣味って言われちゃうので、そう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 、そのいやいやそこをあえて言わなくて我慢してしっかり作ると本当にいいものができるね、うんうん、そこに逃げちゃいけないと、まあ、イベントだけで暮らしてる人たちはそこで絶対収益を出さなきゃいけないので、やっぱそうじゃないからできる自由度もあるとは思うんだけど、うん、だからまあ僕ら美容師さんたちとか美容に関わる人たちの中での収益体制とか面白いことができるような方向性は何なんだろうかっていうのはまだ議論する必要はあると。そうだね、それは趣味って言われると多分彼も怒ってると思うし、そんなつもりはないと思うけど、そう思われちゃう現実をなんとか業界としてね直していきたいなと思う。サロンの虎挑戦者大募集、詳しくは概要欄をチェック。